た。貴様らは奪うのか。この地は我のもの。支配すべきはこのバレントール。誰も奪いはしないさ。ここに住む人たちはあんたが偉大であることを忘れてなんていないからな。それはこの地に住む人にもらったんだ。なんでも雷が落ちた木をお守りとして使う風習があるとかでさ。これはあんたへ崇拝と雷への畏怖が残り、きちんと人々に受け継がれている証拠だ。そんな人たちをあんたはまだ苦しめようとするのか。小さき者どもよ、なんじらは常にそうであったな。自然の最悪に抗いながらも時に崇拝し、我を恐れると同時に雷を美しきものと称す。まったく理解しがたい種族ゆえに、我は何時ら人間に惹かれたのだ。我をはじめとするあらゆる動植物、神獣さえもが持ち得ぬたくましき生命の輝きを持つ人間、それを守ることが我の誇り。そうまで言うのなら、なぜ人間を苦しめて支配しようとするんだ。言ったであろう、大いなる力による絶対的な支配こそが秩序を形成すると。一時の苦痛などさまつな問題でしかない。そこまで言い切るのなら、なぜ雷を町や村に落とさなかったんだ。無論それも考えた。完全なる支配のため直接人間に手を下そうと。だがそれを試みる段階になるたびに、我の中にある何かがそれを拒否した。いや、正確には我の中にかつてはあった何かがそれを拒否したのだ。かつてあったもの、それは一体。わからぬ。だがそれでよい。支配を果たせず、こうして小さき者どもに敗北した今、我に介護の念は一つもない。抱くのはただ不思議なほどの安堵。なんだ？シリオ、あなた、なぜ。竜とはこうも脆弱な存在だったのでしょうか。舞台装置としては派手な割に随分と失望させてくれます。期待外れもいいところだが、まあいい。わずかながら時間を稼いでくれたことですし。バレントールは敗北を認めていた。なんでとどめを刺したんだ。逆に聞きますが、なぜ生かす必要があるのです。全ての生命には等しく幕引きの瞬間が存在する。それに浅ましい動物風情が人語を話すなど、最高司祭様への冒涜だとは思いませんか。冒涜？一体何を言ってるんだ。
聞くところによると、この守護竜とやらは妙な知能を持ったがゆえに、遠い過去に最高司祭様を罵ったそうです。この卑しく無価値な肉の塊がこれ以上人化にとどまり続けていても意味がない。妙な理屈はいい、ここに来た目的を教えろ。目的？はて、何のことでしょう。お前はこれまで聖豪騎士にディープフリーズを使い、カラントで拘束してきた。目的は何だ。お前ごときの滞在人に答える必要などありません。それじゃあ無理やりにでも答えてもらう。以前会った時に分かったでしょう。あなたの剣は私には届きません。そんなことやってみないと分からないだろう。今度こそお前を切る。ではどうぞ好きに試してください。ほら言ったでしょう、所詮あなたの剣は私の真意の盾を破るには至らないのです。とはいえ邪魔をされれば困る。真なる盾にあなたのお相手を務めてもらいましょう。それではどうぞ旧友との再会を楽しまれるといい。救世主様、そして許されざる滞在人。待て、エディナ。私は民を導く救世主としてお前を止めてみせる。我が生涯最初で最後の友よ。ここで決着としよう。本気なのか。冒険者たちよ、決して私とこの者の対決に手は出すな。だが他の反逆者たちが先に進むことを何があろうと許すな。いいな。はい、メディナ様。メディナ殿。メディナがその気なら俺も本気で行くぜ。オルティナノスケの名にかけて必ず。よしよし、
負けてたまるか。メディナ、お前は一体何のために戦ってるんだ。最高司祭様を復活させ、オルジナノスケの汚名を返上する。私に残された最後の希望、私の存在意義はただそれだけだ。本当にそれだけがメディナの存在意義なのか。そのためにメディナは冒険者を何もかも犠牲にするのか。そうだ、だから私はお前ですらどうなってもいいんだ。なぜ届かない。私は所詮欠陥品ということか。違う、欠陥品だからじゃない。今のメディナが本当の目的を見失っているからだ。私は何も見失ってなどいない。学院に入った時から、父を失ったあの時から、私は何も変わっていない。私は冒険者たちと共に必ずやオルジナノスケの汚名を注いでみせる。だがそれは皆の方針ではない。彼らは私が接触したことで従っているだけ。彼らの目的、それは私に触れられることで書き換わる。今の彼らは私に従う人形も同然。自分の意志と目的を忘れ、ただひたすら私に奉仕しているのだ。疑う感情すら失って、今だって自分の意志で行動しているわけではない。世界に手を出すなという指令を守っているだけ。彼らの意志は私の目的と同じものとなる。だが私の本当の目的は、私が目的を達成するためにしていること。犠牲を厭わず行動する、それが間違いだと説教を垂れるというのか。笑わせるな。私は大罪人であるお前を倒さなければならない。お前にあの花を切らせるわけにはいかない。メディナ、キリトは大罪人、倒さなければオルティナノスキに未来はない。メディナ、本当にすごいな。私の意志など、この男と過ごした時間も何もかももはや関係ない。大切なのはただ一つだ。なぜ邪魔をするなと言ったはずだ。その人は新聖術の詠唱を始めていました。攻撃ならばメディナ様に当たっていたかもしれません。そんなことは理由にならない。お前は私に歯向かうのか。一体なぜだ。命令したのにどうして逆らう。私はあなたの友達だからです。友達なら友達になってくれ。思えば同性の友達などできたことがなかったからな。友達ですね。わかりました、救世主様。私とあなたは今から友達です。そうだ、あの時は命令ではなく皆にお願いをしていた。いつしかそれが命令になり、そしてメディナ、まだ間に合うぜ。何がだ。メディナが本当にしたいことは一体何なんだ。こんな風に人を利用して何かを掴み取ることなのか。メディナが本当に望むことは。私の本当に望むこと、それは望むように生きなさい、メディナ。私は家のことなんてどうだっていいんだ。
お前が望むように生きてさえくれればそれでいい。そんなのとっくに分かってる。自分が何を望んでいるかなんて。でも許されるはずがない。今さら本当に大切なものを選ぶなんてできるはずがない。あなたに謝りたいことがあります。いえ、これは私がずっと言いそびれていたことです。一体何です？ルーリットの村の一件であなたを一方的に問い詰めてしまった。私はあなたが抱える苦しみには寄り添えませんでした。そして彼らの認識を変え、命令で従わせるあなたを一方的な悪だと決めつけてしまった。あなたから見れば確かにその通りです。私は自分が完全に正しいとは今や思わない。ええ、人は皆同じです。誰しもが自分の正義に従っているのみであり、完全に正しくはない。アリス様、聖号騎士である私にも確かに失ったものがあり、犯した罪があるのです。後悔していることもある。真実を知らぬまま人の意志に従って戦い続け、救うべき弱き人を救えなかった過去もある。そうして失ったものを取り戻すことも、過去の罪を消すことも、もう二度とできはしません。あなたが罪を犯した？そんなはずはない。いいえ、私もメディナ殿と同じ一人の少女なのです。友と過ごす時間に喜び、自らの過ちを悔やんで涙することもある。それでも私は自分が守りたいと願うもの、そして自分の力ではこの世界に抵抗できない人々のために戦うと決めました。それが大いなる力を与えられた聖号騎士としての使命であり、何より私自身が望むことであると気づいたためです。あなたを守った少女は本当にあなたを慕っているようでした。あなたもまた仲間や友人と大切な絆を築いたのでしょう。でもそれは昔あなたが言ったように本心などではない。みんな私の力でそう思い込んでいるだけです。確かに昔はそう思いました。でも今は違います。あなたには打ち明けます。どうか他の聖号騎士には内密にしてください。何？ルーリットの村にあるおてんばな少女がいました。彼女は神聖術師見習いとして勉強に励む日々を送っていた。毎日親友の少年たちにお弁当をたっぷり作って持っていき、二人と一緒に遊べる安息日を何よりも楽しみにしていました。ですがある日、少女はとある罪を犯してしまい、それが原因でセントラルカセドラルへと連行された。そんな、禁忌目録を破ったというのですか？ええ、そして少女は最高司祭様に大切な記憶を奪われ、新たな人間に生まれ変わることを強いられました。それがアリス・シンセシス・サーティ。最高司祭様に作られた甚大な力を持つ聖号騎士という名の兵器、つまり今の私です。私はだからこそあなたの接触を見たとき、違う人間に作り変えられた自分と冒険者たちを重ねてしまった。故にあなたの行動を咎めてしまったのかもしれません。私こそそんなことも知らずあなたにひどい言葉をかけてしまった。いいえ、それに私はあなたと関わったことでより自分を見つめることができた。偽りの人格と行動理念を植え付け、
大切な記憶を抹消する。その儀式の残酷さは計り知れません。ですが聖号騎士の身にならなければ出会えなかった人たちや得られなかった絆、失った代わりに手に入れたものもある。私はこの魂がたとえ作られたものであっても今の人格を否定したくない。そんなことは取るに足らない小さなことです。あなたは最高司祭様を許すというのですか。大切な思い出も自分という存在も奪われたというのに。ええ、私が過ごした時間、記憶、気づいた絆は作られた偽りなどではない。それを否定することは聖号騎士という存在そのものを否定することです。今の自分を受け入れるからですか。ええ、だから私はあなたのことももう一方的には否定しない。あなたもあなたが信じる者のために戦えばいい。それがあなたの正義であり望みならば、その時はお互いの正義のために正々堂々と戦いましょう。メディナ・オルティナノス殿。私の正義、私の望み。メディナ、俺はメディナとまたもう一度一緒に歩きたいよ。キリト、メディナがそれを望まないなら強要はできない。でも俺はやっぱり諦めたくないんだ。メディナは大切な仲間だ。今も信じてる。本当にバカなやつなのに、なぜお前は私の望みを理解しているんだ。私の望み、それは仮面を取り戻すことでも、偽りの軍勢を率いて称賛されることでもない。お前からの信頼を受けて共に戦うことだったんだ。なんだこの子を。なぜこんなにも地面が揺れて。おそらく最高司祭様の生命の源が揃ったのだろう。どういうことだ。私たちはカラントの身をカセドラルの秘匿領域に収めていた。あれは最高司祭様のために集めた新勢力が満ちていっている証拠だ。クソ、だがどうしようもできないし、今シェータだ。メディナ、悪い、通してくれないか。敗北したのだから従わざるを得ないな。みんな開けてやってくれ。ありがとうメディナ。それからさ、やっぱりメディナの件すごかったぜ。久しぶりに立ち会いできて嬉しかった。のんきなこと。お前は本当にムカつく英雄だ。